マスダマナボです。ニュース解説毎週お届けします。ウクライナ情勢、まあ今回ウクライナ戦争の話と加えて、まああの日本を取り巻く極東も含めた世界の安全保障に関するニュースも解説したいと思います。まずウクライナですが、まあなんかあのコゼリアが続いているいろんなあの事件が起こったりして、えー、例えばですねモスクワ中心部の高層ビルに、えー、無人機が攻撃の攻撃があったと。これあの。 8月1日にですね、無人機による攻撃がモスクワでありまして、中心部の高層ビルに被害があったということですね。ロシアの国防省は、国防省はウクライナによる攻撃だと主張していまして、そしてこのビルはですね、7月30日にもですね、無人機の攻撃を受けていまして、再び標的となったというふうに見られています。ロシア国防省はですね、無人機1機が制御を失ってビルに衝突したと主張していると。モスクワ市長によると、 21階部分が壊れ、約150平方メートルでガラスが割れるなどの被害が出たわけで死傷者はいませんでした。8月1日には別の無人機2機も飛来してモスクワ近郊で撃墜されたということのようですね。ウクライナは攻撃への関与を認めていませんが、ゼレンスキー大統領は7月30日のビデオ演説でロシア領内への攻撃が増える,増えると示唆していたようですね。 でウクライナの空軍報道官もモスクワなどでは常に何かが飛んでいると述べていたとやっぱりウクライナはやってるわけじゃないかってですね。えー、で相次ぐ攻撃についてモスクワの人々からですねウクライナの攻撃だと非難する声が聞こえているということです。これはテロだ。えー、ロシアはウクライナの軍事インフラに絞って攻撃しているのに、まあ必ずしもそうとは言えないですけど、彼らはロシアの市民にパニックを引き起こすつもりだと。 ウクライナを非難してみたりあるいは一方、モスクワのロシアの市民の中にもウクライナの侵攻がなければこんなことが起こらなかったのにと不安を高めている市民もいるという報道が西側で話されていますで一方で,です、ねえー、あのウクライナの首都,首都キエフも、えー、8月2日、ロシア軍がイラン製の無人機を使って大,大規模な攻撃を仕掛けてきたと、えー、このキ,キエフの当局が発表しています。 無人機は10機以上で同時に複数の方向から攻撃したものの空軍が全てを探知して破壊したということだそうです。また、ウクライナの南部オデーサ州の知事がですね、8月2日、夜間にロシア軍による無人機攻撃を受けてですね、港湾施設などで火災が起きたと発表したという話もあります。ゼレンスキー大統領は8月2日、ロシアのテロリストは再び港湾 えー、穀物、世界の食料安全保障を攻撃したと投稿していまして、えー、ロシア軍は穀物の積み出し港である南部を繰り返し攻撃しているんだと非難したという話がありますね、えー、そして一方でベラルーシベラルーシが最近よく話題になってきますルカシェンコ大統領に にこ,のブこのベラルーシのルカシェンコ大統領に対抗して民主化運動を率いてきた反政権派の指導者でありますスベトラーナ・チハノスフスカヤさんって方がですね、オンラインで NHK のインタビューに応じて、こんなふうに言っています。ベラルーシはロシアと共に共同の侵略者となっている。 と言ってですねウクライナへの軍事侵攻を進めるロシアを支援しているルカシェンコ大統領を非難したというそういうインタビューがありますね、でベラルーシがロシアの戦術核兵器の配備を受け入れていますね、それからワグネルの戦闘員の受け入れをやっていますね、そういった動きを進めているとして、ですねルカシェンコ大統領はロシアに依存し、国の独立に影響を及ぼしていると述べたと、またあのベラルーシ国内では今も弾圧がは収まっていないと。 ウクライナに寄付をした人とかウクライナ語で歌を歌ったりすると、えー、刑を科されるそうです、政権に反対する人だけでなくてウクライナを支持しようとする人も捕まってしまっているというふうにこのインタビューで述べてましてルカシェンコ政権が反戦の動きが広がらないよう弾圧を強めているというふうに指摘この反政府の人がですね、ベラルーシンですね。 でベラルーシとウクライナの運命は結びついている共通の課題はロシアの野心と戦うことだと述べたということなんですがこの,ウクライあのベラルーシに関してみますとです、ね、ワグネル、精神の情報西に進んでいるという情報があるという話があるんですねこれはポーランドのメディアの話なんですがによるとです、ね、ポーランドのモラウィエツキ首相 7月29日に隣国ベラルーシを新たな拠点とするワグネルの戦闘員100人以上がポーランド、リトアニア国境ポーランドとリトアニアの国境に向けて西側に精神したという情報があるとポーランドの首相が明らかにしていますこの戦闘員がベラルーシ国境警備隊を装ってですね不法移民を助けたり戦闘員自ら不法移民になりすましてポーランドに入ったりする恐れがあると でロシアの同盟国ベラルーシのルカシェンコ大統領、えー、7月23日にワグネルがポーランドの首都ワルシャワなどに行きたがっていると述べて、えー、この挑発に利用していたわけですね、えー、でルカシェンコ政権は過去ですね、えー、隣国を牽制するため中東などからの移民を意図的に国境へ送りつけた経緯があるそういう政権だそうでして、えー、そしてともに NATO 加盟国であるポーランドとリトアニア この二つの国。この国境は約100キロのスバルキー・ギャップ、スバルキー・ギャップと呼ばれるですね、そういう国境線があるんです。リトアニアとポーランド。で、ここを有事にロシアに占領されますと、リトアニアなどバルト三国は孤立しかねないと。そういう戦略的要衝とみなされていて、まあ、ちょっとここはね、あの、かなり微妙な話。で、この、ついさっきですね、あの、軍事専門家の矢野義明さん と対談して、まあ近いうちにこのアップされると思いますが、ぜひご覧ください。いやあの西側の報道とは全然違う、えー、実態がいろいろわか分かってきます。えー、もうあのウクライナ戦争もうロシアがが必ず勝つという軍事的にはもうそういう見通しになっている。まあそれは多くの国はすでに分かっていてですね。 まあ日本だけどうもはしごを外されることになりそうな含む域であるということがよく分かりましたでその中でおっしゃっていたのが例の,この今出ているワグネルの創始者でありますプリコチンなんで反乱を起こしたのかとあれ全部出来レースだったんじゃないかとで結局ですね、えー、なんか反乱らしきものにならず反乱鎮圧の動きもなくそしていつの間にかルカシェンコのとこベラルーシに行ってそして今言ったようなワグネルが このベラルーシからポーランドを望むような方向に行っているとでこれは、えー、このロシアが戦線を新たに再構築しているその動きの一環ではないかというふうに述べておられましたいやそういった意味であのその話聞いてさすがプーチンは KGB 出身者、えー、ものすごい戦略家だなと侮れないなと。 プリコジンの反乱というのはもともと西側が西側の工作で起こったみたいなんですがそれ逆手にとってそういった戦略の大転換に使ってですね、えー、今度ポー,ラポーランドが今度アベノみたいな <laughs> もちろんポーランド占領するつもりはないでしょうけどもただウクライナ戦争においてやっぱりポーランドは非常に大きなこのねバックをウクライナに対してやってる国ですから、まあ、そういったいろんな戦略的な観点から動きがあるのかもしれませんね。 で次に次のニュース中国がロシアに軍事技術提供かというニュース、えー、ありますあのアメリカの国家情報,国家情報長官室 ODNI っていうところがありましてここが7月27日に公表した報告書でですね中国が欧米の制裁によるロシア対ロシア制裁を逃れて、えー、その制裁逃れに加担してですね ウクライナで使用する軍事や軍民両用、デュアルユースの技術をロシアに提供している可能性が高いと、この ODNI は指摘しています。中国は2022年2月にロシアがウクライナに侵攻を開始して以来ですね、ロシアに軍事装備品を提供している事実はないと繰り返して述べてきました。ところが、この報告書ではですね、中国の国有防衛企業が、広報装置、航海の航ですね。 広報装置や電波妨害技術戦闘機部品を制裁対象のロシア政府系防衛企業に出荷していることが税関記録に示されているとしていますまたあのウクライナへの侵攻以来ですね中国はロシアにとって実相重要なパートナーになったと分析しているということですねで中国とロシアは二国間貿易で自民権決済の比率を高めていると。 これも本当にあれですね、注目しなきゃいけない実態があるんですね、自民営化資産の比率を高めているとで、両国の金融機関は国内決済システムの理由を拡大していると、この報告書では書かれていると、またの中国がヨーロッパから輸送先を変更した石油、天然ガス、これを含めてですね、ロシア産エネルギーの輸入を増やしていることも指摘しています、えー、もうあのロシア、全然困ってないって言ってましたね。あの おっしゃってましたね矢野さんもですねもう中国が裏側からいろんなバックアップをしているわけですねえこれはあのグローバルサウスの多くの国々が冷ややかな目で見ていてですね全然 G7 の制裁になあの協力しようという国はマジョリティでも何でもないという国際社会の現実も反映している話だと思いますねえそしてですね北朝鮮、北朝鮮とロシアが兵器取引かというニュースがありまして これは韓国の国防部のチョン・ハギュという報道官が7月31日の定例会見で北朝鮮がロシアに兵器を供給したとする海外メディアの報道があるんですね。これについて、国連安保理の決議上、北の全ての兵器取引が禁止されている。政府は関連動向を引き続き注視していると述べたと。韓国の国防省はですね、述べたと。 で北朝鮮との違法な兵器取引は直ちに中止されなければいけないとも強調したということです。あのイギリスのフィ,フィナンシャル・タイムズは7月29日ですね、ウクライナの軍人がロシアから奪ったと推定される北朝鮮製兵器を用いてロシアを攻撃する様子が捉えられたと、こういうふうな話もあるようです。 いや北朝鮮の兵器がロシアに行って、ロシアをそれをウクライナがと奪い取って、その奪い取ったらウクライナがロシアを攻撃したと。で、アメリカはこれまで北朝鮮が海上輸送などによってロシアに兵器を供給していると糾弾してきましたが、北朝鮮とロシアはこれを強く指定していたんですけれども、それはこの間、ショイグ国防大臣がですね、ロシアの北朝鮮に行きましたね。あれ一体何なんだこれ、矢野さんにも聞いてみました。 完全に今はロシアが北朝鮮の軍事支援をしていてその見返りにですねあの北朝鮮にはもういろんな鉱物資源があるんです、ね、金もありますねでそれを獲得しようとそしてそういった鉱物資源をバックとした通貨体制を作っていくという流れにもそれは即しているものなんだという話がありましたこれロシアはもう全然この侮ってはいけませんですね次のニュースウクライナ軍改造ミサイルでロシア軍事基地狙ったけれども外れたというこういうニュースがありましてですね どういうあれかというとウクライナ空軍が1960年代に生産された古い地対空ミサイルシステムであります S200 というのがありましてその一部を地対地対地,地,地,地に改造したわけですその際に GPS 装置を追加したとみられているんですがこの改造弾道ミサイルが 何を標的にしているのかは,はっきりしていないそうでして、最初に確認されたのが7月9日頃の攻撃ではですね、ウクライナ国境に近いロシア西部のある工場地域、工業地域が爆破された可能性があると示唆されています。そして7月28日に確認された2度目の攻撃。これは国海沿岸の都市の一角に落下したと。 えー、しかしそこには軍事的価値があると見られるものは何もなくてそして今回また攻撃をしたんですがそれは本来の標的を外した可能性があるじゃあ本来の攻撃って何なのかというとこの都市の北西部にタガンログ空軍基地っていうのがあってロシア空軍はこの広大な基地から軍,軍用無線機の、えー、オリオンとかイリューシン、えーえー ーシンの輸送機機ツボレフ爆撃機などを飛ばしているそうです。で、ロシアに占領されていないウクライナの主要都市の中でこの,、えー、このタガンロクですかねここに、えー、ここに最も近いドニプロというところから発射しますとこのタガンロク空軍基地は射程に十分入るはずなんですが。 えー、でこのドニ,ドニプロというのは冷戦時代に旧ソ連空軍がドニプロに S200 の砲台を置いていたとウクライナ空軍がタガンログ空,空軍基地からを攻撃しようと60年前の S200 を復活させてそれを使って発射したらしいんですねこのミサイルところが目標からわずかにそれたこうやって見ますとですねこのウクライナというのはもともとソ連のです、ね、軍事基地軍事的な産業の中核でもありましてですね当時のソ連時代の兵器とか軍事施設が残っていてそこから そして今はねあのロシアのが侵攻したそれを撃退しよう国内から撃退しようとしているのがウクライナ戦争と見られていますがすでにウクライナはもうロシア領内に攻撃しているわけです昔ソ連から,、えー、得,らで得られた兵器を使って当時の施設を使って攻撃をしているえそして旧ソ連の向こう側のえ基地とかそういうところを攻撃してそこにはロシア側の今えあのウクライナを攻撃するいろいろな武器があるとまあそういう中で。 えー、そしてウクライナが本当にですねこのロシアあの撃退すると進攻本格化すると言っていながらなかなかこのさしたる戦火のニュースは聞こえてきませんね。でそうしますとあのまあ,あの先ほどあのヤンさんがおっしゃっていたのはですね、えー、数平方キロメートルを取り返したとかその都度 ウクライナ側が勝った勝ったと言ってますけれどもあれっていうのは実は大嘘でして、まあ、見事に罠に引っかかって「どうぞこっちへおいでよ」って引き込んでそこから先行けなくしてそして後ろの方から攻撃させるっていうですね、えー、なんかもうロシア側の手のひらの上に乗ってどんどんウクライナの犠牲が増えてるのが実態だそうですね。で,でそ,うそうなってきますとウクライナにとって頼みの綱は西側からの。 兵器早く来い早く来いもっとくれもっとくれというのがゼレンスキーずっと広島サミットでも言ってそれを実現させたのが広島サミットでしたね。でその中の焦点が F16 です、えー。こういうニュースが出ます。依然残る F16 問題。これは CNN がの流されたニュースですが、アメリカは依然としてヨーロッパの当局者らがですねウクライナ軍のパイロットを対象とした訓練の最終計画を提出するのを待っていると。 F-16 戦闘機の操縦に関するこの訓練計画はアメリカによる承認を得て,経て実際に開始することになるがまだ承認が出てないんですね。で訓練というのはあまああのもう始まるはずもう始まってるぐらいのタイミングなんですがゼレンスキー大統領やヨーロッパの当局者らは公式にそういうふうに発表していたんですがしかしバイデンアメリカ大統領が訓練への支持を表明してから2か月が経過してもなお 詳細をを詰めてななななくくてはならない重要な点を数多く残しているのが実情だそうです当局者らによりますとバイデン政権はまだヨーロッパ側から訓練の最終計画を受け取っていないそうで承認の対象が存在しない状態となっているということですまたどの国が訓練プログラム用の F16 を供与するのかも不透明であるで訓練終了後ウクライナ本国へ F16 を供与する国がどこになるのかも判然としていないと。 F16 のウクライナへの供与にアメリカによる別個の承認も必要になるとでアメリカの国防当局者は CNN に対してアメリカが自国のパイロットを派遣してウクライナ兵の訓練を支援するのかどうかはまだ判断中だと決めてないとでデンマーク国防省によりますと訓練概要というのがあってその目的はパイロットならびに地上の要員を6ヶ月間訓練することにとあると。 訓練中はデンマークの戦闘機基地をはじめ多くの地点を設定しているそうですがこれに6ヶ月っていう先ほどあの矢野さんがおっしゃってました訓練に6ヶ月かかるんですねで今から訓練したってもうあれですよ来年に入っちゃいますよねでそ,れそれまでウクライナ戦争はもう決着すいちゃうんじゃないかという状態なんですね F16 供与するってってそういう状況ですで訓練プログラムは NATO に加盟する11カ国が支持を表明して していますが実際には実施するにはアメリカの正式な承認が必要になります F-16 にアメリカの技術が使用されているのがその理由だそうですで、実際に訓練を行う国はデンマークとルーマニアになるとみられていますがオランダベルギーカナダルクセンブルクノルウェー、ポーランドポルトガルスウェーデンイギリスがこれを支援する予定だそうです 複数の当局者が明らかにしていますすここのことですねでしかし、日程や訓練地、訓練項目の長さといった詳細についてはまだ詰める必要があるということでアメリカの NSC のカービー戦略広報担当調整官が明らかにしていたとういう話なんですね。そしてですねウクライナの停戦和平どうするのかという話なんですがあのこれ、いろんな動きが実は水面下であるというふうに矢野さんもさっきおっしゃってました。 で、表に出てきているもののニュースもちょこちょこありますが、その一つが、サウジアラビアで近く、主要国交換会合というのが行われるというニュースです。アメリカ国務省のミラー報道官はですね、7月30日、31日の記者会見でですね、主要国の安全保障担当の交換らがですね、この侵略の集結に向けた道筋を話し合う2回目の会合、サウジアラビアで近く開かれる予定であることを明らかにしています。 いわゆるグローバルサウスを含めた国際社会の支持を得る狙いがあるということですねで会合にはウクライナも参加予定だそうです、えー、そして全ロシア軍のがウクライナ領内から撤退するということを掲げている10項目の和平案というものの実現に向けた協議だとだからあのロシア軍がウクライナあのゼレンスキーが主張するウクライナ領内からの撤退と いうね、そういうことを言っている限り、実は停戦にならない。ロシア絶対て撤退しませんのでですね。また、また、軍事的にも圧倒的に優勢ですから、撤退するはずがないので、まあ、こういうことを言っている限りはですね、多分停戦にはならないだろうなというふうに思いますね。で、この会合は8月5日から6日にジッダで開かれて、最大30カ国の安全保障担当官が参加する予定だそうです。で、サウジで開催される背景にはですね、近年、サウジと良好な関係を築いている中国を引き込もうとする狙いがあると。 で初会合はあ今年6月にコペンハーゲンで開かれたそうで日本を含む約15か国機関の高官らが参加したそうです。しかし、停戦和平の動きとは違う動きがあるんです、アメリカにですね。えー、これは宮崎雅弘さんの,あのあれです、ね、メルマガーにも出てましたけどもね、えー、ヌーランド次官、国務次官が国務副長官に昇格するというニュースがあってです、ね、でこれで早期停戦の可能性は簡単に、えー、極端に 気迫となったのではないか早期停戦の可能性は極端に規約となったのではないかと宮崎さんはお書きになってますね。えー、バイデン政権は戦争や公選派といわれる2人を左遷するのではなく昇格人事を行ったという2人もう1人いるんですが、えー、とこの、えー、国務副長官に関して言うと直前まで副長官だったのはウェンディ・シャーマンという女性ですねこれこの方軍事的自制を主張してきた方穏健派といわれるなんでしょうね。えーで ところが、今度はその後任にですねヌーランド、バイデンさんは最強硬派の反ロシア派、ヴィクトリア・ヌーランド、もちろん女性です、を国務,長副国務副長官代理に指名をしたと、この方、ヌーランドさんはネオコンの論客であるロバート・ケーガンのご夫人なんですね、このヌーランドは国務省内でブリンケンに次ぐ第2位のポストを得るということですね。 ここも副長官大理じゃなくて副長官じゃないですかねでブリンケンに長官に次ぐ第2のポストを得るとでこのヌーランドさんはマイダン革命といわれるヤヌコピッチ追放ウクライナのですねこの舞台裏で大活躍した方として知られていますロシアが最も嫌う除血外交官でありますでありましたでキエフの現地で彼女がデモ参加者に食料を配った映像とかですね数々の暴言の暴言の電話記録が残っていて ロシアは真っ先にこのブリンケンルーランドこの,あのウクライナ系のユダヤ人ですねそしてこのロシアによる弾圧というものに対するルサンチマンというのはあります、えー、まああの歴史を振り返ってみるとあのこの周辺のこの虐殺というのがですね、まあ、ナ,チナチスもあればロシアもあるんでしょう。 まあ千四百万人と山下英二さんがおっしゃってましたが、えー、このに対するこの恨みを晴らすと言いますかね、これは日本人にはわからないものがあるそうですね。でアメリカっていう一つの国家を使ってですね、えー、彼らのロシアに対する恨みを晴らすという大きな動機があるんじゃないかということが指摘されています。まあ本当かどうかわかりませんが、ただただ国際社会ではそういうことがあってもおかしくないだろうなという感じはいたします。えー、そういったものによってまあプーチンがこの戦争に引き込まれ引き出されて。 プーチンを悪者にして徹底的に叩いてですね恨みを晴らしやろうというようなそれをアメリカという国家を,国家を使ってですねやってるというですねすごい話にもなるんですねえこのヌーランドがえ昇格したということはこうそう簡単に停戦というわけにいかないぞと,とああいうことを象徴してるんじゃないかというそういう記事ですねえそしてですねえ次のニュースですがこのやっぱりウクライナ 進行を、戦争を終結させるということは、日本として一番喫緊の課題として、国際社会に提言すべきことですが、岸田さんは全然逆のことをしてしまっているわけなんですけれども、ただ、もう、のその終結後について、ウクライナ戦争終わった後どうなるかということについて、今から話し合うべきだという、そういう、なんていうか、シンポジウムですかね、これ、東京で開かれたようです。 今のロシアの体制をしかし批判している側ですね、独立を目指すロシア各地域の代表らがですね、プーチン政権崩壊後について協議するフォーラムが東,内で東京都内で開かれて、ウクライナ側として戦う反体制派幹部がですね、 侵攻終結後、戦争終結後に備え、今から準備するべきだと強調したという,いうことだそうです。で、プーチン政権を崩壊させて、ロシアの体制を変えなければならないとの声が、参加者からが圧倒的な声だったと。で、侵攻が続く中で、ウクライナ側として戦う、ウクライナ側に立って戦うロシア自由軍団、この幹部のポノマルフ氏はですね、プーチン大統領によるウクライナ侵攻の開始によってですね、 ロシア崩壊のカウントダウンが始まったとしているそうです、えー、侵攻終結後には世界のパワーバランスが変わるんだと話してそれに備えて今将来について協議すべきだと強調したということです、えー、将来のことを今話し合わなければなりませんとこのポノマルフさんおっしゃってましてロシアが変わることを待つべきではない将来のロシアと日本の関係も今話し合わなければいけない またチェチェンの独立派幹部はですねウクライナの一部や日本の北方領土もロシアに占領されているんだと話してお互いに協力し合うべきだと訴えたとまたポニョマルフ氏はですねロシア自由軍団についてウクライナ軍と協力して戦っているんだとしまして新しい作戦は計画中なんだと近い将来に行われる実施されればおのずと分かるだろうということであの次の作戦の実際の中身は明らかにしなかったんですが 今後さらににロシアに対する攻撃をを強めていく考えを示したとこういうニュースがあるんですが、ただ実際の現実を見ますと、まあ、これはあくまでロシアの反政府側であって、ロシアの国民は圧倒的にプーチンを支持していることに何ら変わりはないと、矢野さんもおっしゃってましたですね、えー。で、ロシア側にはもう明確なですね、大義がありますね。あの弾圧されていたロシア系住民を救出しなければいけないと、国民の声だったわけですからね。えーまあ、その他いろいろ、えー、プーチン はもうなんかあのプリゴジンの反乱であれはプーチン政権の指導力が揺らいでるんじゃないかという報道があったようですがその気配は全くないというのがですね矢野さんの分析やられてる情報からの分析でありましたえですからこういう話はニュースで取り上げられますけれどもあくまでえ大きなロシアのマジョリティの話ではないというふうに考えなければいけないと思いますまたあの 変にロシアの体制、プーチン政権が崩壊してしまったら、かえってですね、ロシアがバラバラになってですね、今までは、あのプーチンの強大な政権によってなされていた核管理、これが、核がもうあちこちテロリストの手に渡ったり、核管理の問題が生じたりとか、まあ、あの軍用拡張をしたりとか、ロシアが世界の陸地の7分の1とか 6, 6分の1とか7分の1を占める強大な国が、 不安定になりますとこれ世界が不安定になるということもよく考えないといけないことではないかと思います別にあのプーチンの味方を捨てるわけではないですがそういうことも考えなければいけないえそしてですねこんなニュースもありましてロシアが国際刑事裁判所の茜智子裁判官って方をですね指名手配したとえこのウクライナ侵略をめぐってプーチンロシア大統領らに戦争犯罪の疑いで逮捕状を出したのが国際刑事裁判所 ICC の智子裁判官でこの方をロシア当局が日本人ですね、ロシア当局が指名手配したということで、具体的な容疑は不明だそうです、ロシアプーチン氏への逮捕状に強く反発しており、報復だと見られると、ロシア連邦捜査委員会はです、ね、ICC のカリム・カーン主任検察官と、このアカネ氏を含む人の裁判官のあ失礼、3人の裁判官の捜査を開始したそうです。 無実の人に権威をかけることを禁じたロシア刑法に違反するというふうに兼ねてから主張していたそうです。このカーン氏とイタリア人裁判官一人を訴追したと発表しているそうです。 えー、そして次のニュースもそうなんですがあのあのいずれもこのロシアの正当性の立場に立ってロシアは主張しているわけですねでロシアにはロシアのおそらく軍事侵攻をするとあれだけの大国がですねこれは別にプーチンの野心だけでそういうふうに私はならないと思うんですねこれはそれなりの正当的な論理があり主張があるとそれは国民に支持された論理がいや主張があるということだと思うんですねえー、であのプーチンっていうのは別にあの このおこ国民の意向と大幅に反したことを自分の独断だけでやるというほど愚かな政治家ではもともとありませんのでですねで,ですからあの戦争というのはどちらにもそれなりの理があってやってるとでどっちだか1 0 0百ゼロ百ということはなくどっちだけが正しいということは多分ないんですね。 で,戦,で戦争で勝ってしまえば勝った側が全部正しくなってしまって歴史っていうのはそうやって、えー、作られてきたんだろうと思いますけども実際あの戦争の当時国というものはですねそれぞれ正当性を持っているということではないかと。 えー、もちろんどっちが正しいかっていうのをあの我々がですねあ,のあんまりこの簡単に断定してしまうということに対しては慎重でなければいけないのかもしれないもう少し距離を置いてみなければいけないと思いますがそれに関して、えー、ロシアの正当性を主張しているもう一つのニュース m p t ですね NPT 準備委員会ロシア代表があ演説をしてですね欧米側を牽制したとそしてそれに反論が相次いだということなんですね NPT というのは核拡散防止条約、これは世界の核軍縮を目指している条約の準備委員会というのがありまして、ロシアの代表は NATO の拡大などでロシアの安全保障が脅かされたと主張したと、で現在の危機は解決にはほど遠く、さらに激化する可能危険性をはらんでいると、ロシア代表は述べて、欧米側を強く牽制したということです。これはあの オーストリアの首都ウィーンで開かれている NPT の次の再検討会議に向けた準備委員会、これ8月1日に2日目の議論が行われて、ロシアの代表が演説したと、NATO の拡大っていうのは、自国の安全を確保するために必要なえ措置を、この NATO の拡大という事態を前にロシアとして取らざるを得なかったと。 とといいうううふうに述べたとこれは真実だろうと思います確かにドイツが統合した際にゴルパチョフとの間で約束されたように旧東ドイツ地域よりも東側には NATO は行かないと言ってたのにポーランドまでどんどん入ってきてるわけですからねどんどん統合拡大してきたっていうのはこれは約束が違うじゃないかっていうのはそれをそれを安全保障上の脅威と受けてるのでロシア側に立てばそういうことになるでしょうね。 そこのところについての NATO 側からの説得力はある説明がなされてのかどうかという点も我々はやっぱり見ていかなければいけないようなふうに思います、えーで。こうしたロシアの演説に対してオランダや韓国などが相次いで反論を行い、このうちポーランドはウクライナで始めた戦争から国際的な注意をそらすための発言だ。ロシアこそ国際秩序を破壊していると非難した。もうポーランドは圧倒的に反,反ロシアですからね今ですね。 しかしロシアはこれに対して再び発言を求めて反論を行った国々を非難して、双方による応酬となったということです。さて、こうやってですね、ウクライナ情勢がこう,やあの、まあ、こう着している中で一方でア、アメリカとオーストラリア2プラス2ですね、これが開かれたというニュースなんですが。 アメリカとオーストラリアの外務・防衛閣僚会議2プラス2が29 7月29日オーストラリア東部のブリスベンで開催されましたこれはです、ね、アメリカとオーストラリアに日本を含めた防衛体制を強化することで一致したというそういう会議になったんですねで共同声明が出されましてアメリカ日本、アメリカオーストラリアがオーストラリアでの最新鋭ステルス戦闘機 F35 の 訓練実施計画を推進してですね、えー、ミサイル防衛での協力を強化することを盛り込んだということです。えー、アメリカ、イギリス、オーストラリアの安全保障協力枠組みでは、皆さんご存知かもしれません、オーカス s というのがありますね、でこれを通じてオーストラリアに原子力潜水艦を配備する計画というのがあります。 これはアメリカ、イギリス、オーストラリアですね、でこれを念頭に、ですね今年からアメリカの海軍の原子力潜水艦のオーストラリアへの寄港を長期化させる、そういう方針とかです、ね、あるいはオーストラリア北部の軍事基地の改修を進めることも確認したということです、今回ですね。でオースティンアメリカの国防長官は、相互運用性や維持・補給能力を高めることで、抑止力を強化すると強調したということです。 またオーストラリアのオマールス国防大臣はです、ね、アメリカと共同生産する誘導型多進装ロケットミサイルについて2年以内に開始したいというふうに述べたとということです、えー、もともと同盟国でありますあのアメリカとオーストラリアは基地などの総合運用とか共同訓練を強化しながらです、ね、昨年12月のアメリカでの2プラス2では日本の関与の強化を促すことで合意していたわけです。 台湾海峡とか南シナ海、東シナ海で挑発的な動きを中国が強めていると、この中国に対する抑止力を強化するためにはです、ね、3カ国の、えー、日米、オーストラリアの3カ国の協力が不可欠だとで。ということで、アメリカとオーストラリアは同盟関係の強,同盟の強化とかです、ね、アメリカ、オーストラリアの戦力体制への日本を統合する、日本をそこに統合していく、これ、オースティン国防長官が述べたそうです。 こここういううういいいととととを急ぐという方針だということです中国が海軍力を急速に増,進増強している中で太平洋の米軍基地はハワイやグアムなどに限られていまして西太平洋での,アメ,リカあのアメリカと中国の軍事バランスは中国有利に傾いていますもう中国は次から次へと西太平洋をこの中国の手中に収めていますね台湾と国境団ですよ中国と国境を結べ金やるぞってやってますので、ね、どんどん引き込んでますね。 この会合では中国が影響力を強めているこういったところに対するこのインフラ投資開発といったものあるいは違法漁業対策などで連携して支援することも確認しましたえ今回の共同声明アメリカとオーストラリアの共同声明では様々な訓練を通じてこういった島し国などの軍と相互運用性を高めていく方針も確認していますこの共同声明は南シナ海を不安定化させる行為とか 台湾海峡での一方的な現状変更に反対を表明しています。こうやってですね、まああの太平洋で、えー、進出してくる中国に対抗してアメリカとオーストラリアと日本が手を組んでいくっていう流れがあるんですが、じゃ一方でこの日本に対して中国、中国国務省が日本の防衛白書を批判しているというニュースがあります。えー、あの中国国防省の報道官は7月29日にですね、日本の日本の2023年版防衛白書について。 中国に対する誤った認識を反映し中国の軍事的脅威を意図的に誇張していると批判したそうですえ、中国は日本側に厳正な抗議を申し入れ白書に対する断固とした反対は表明したということですえ、この中国国防省の報道官は日本が継続的に中国の内政に干渉し国際関係の規範に違反、え、増反しているほか中日関係の基礎を損ない 台湾海峡の統治を悪化させているとも主張した日本は別にそんな自らの意思でそんなことっやってるわけじゃないですねやむを得ずや中国に対してですね自国を守るために最小限の行動をとってるだけなんですけどねでまた東シナ海と南シナ海の情勢は全体的におおむね安定しているものの一部の国々が離行心から軍事力を誇示するため艦艇や航空機を頻繁に派遣し地域の緊張を高めていると述べた 特定の国は名指しなかった自分の国じゃないでしょうかね自分の国がやってると認めればいいのにと思いますけどねさてこういうふうに中国側は日本が危機感を強めて自分の国を守ろうとしていることに対して中国に対する内政干渉だとまでですねこう言ってるわけです。で日本を攻撃する際の中国側の大義名分っていうのはいくらでもあるんですねこうやって。彼らはどんどんこの大義名分を作っていきますので何で何癖をつけてくるか分からない。 えーまあ、とにかくですね、えー、彼らは何を材料にして、えー、自分たちが正義なんだと言って日本を攻撃するか分からない状況にある。ということはですねもう日本側の方でもうなめられてるわけですねもう完全にあの先ほどあの矢野さんがあの対談の最後に言い残していったのは今,今回の対談では触れなかったんですがで完全にあのロシアと中国が手を組んでいて。 核のバランスでは完全にアメリカより優位に立ってしまったとロシアと中国はですねでそうなりますとアメリカが日本のために核、えー、拡大抑止で核で報復してくれるはずがもうないともうできなくなってしまったと言ってましたねそれから武器弾薬の類もウクライナの方にどんどん割いてしまって台湾からどんどん持ってっちゃってるというふうになりますもう手薄で弾もない武器もない日本全然守れない台湾なんか有事に何もできないっていうそういう隙が 来年にに生じじるんゃゃないいかとううふうにおっしゃっししてましたこれが一番ウクライナ戦争が長引くことによるです、ね、大きな脅威日本がそれに長引かせることに加担して自分で自分の安全保障環境を非常に悪させているのが岸田政権だというそういう結論になるようですねでそういった中で日本は手薄である、えー、今核同う喝してますね日本に対してですね、えー、や,やったらやり返すぞとやられたらやり返すぞというものがないわけですそうなりますとですね 何をだからやったらやり返すもしやるんだったらやり返されるよっていうのを作らないとですねこれは日本は取られるものをどんどん取られていくという、まあ、そういう状況がこうやって、えー、中国の状況を見ても明らかになってきているということで我々はやっぱり本的にま的に核の問題も含めてですね自国を守り抜くために現実的な観点に立脚してですね物事を見ていかなければいけない。 まあ今回、ウクライナ戦争を我々はきちっと分析できていないというのはですねまあそこら辺の議論に結びついていくための,この反省材料にしなければいけないんじゃないかなというふうふに思います。どううもありがとうございました